竹原春仙が絵本百物語より山男山男は日本各地の山中に伝わる大男の妖怪。中世以降の怪談集、随筆近代の民族資料などに記述がある。山人、大人などの故障もある。外観は多くは毛深い半裸の大男とされる。言葉は土地によって話す。全く話さないなど異説がある。人を襲ったり。 これに出会った人は病気になるなど人間に有害な現象もあるが基本的には友好的で人間に対してタバコや食べ物など少量の報酬で荷物を運んだり木の皮を剥いたりといった大仕事を手伝ってくれるという柳田国夫によれば山男との遭遇団は日本のおおむね定まった十数カ所の産地のみに伝えられており小さな島にはいないという 江戸時代の祈談集、絵本百物語によれば、遠州秋葉により、身長は約二畳、木こりの荷物運びを助けて里近くまで同行し、手伝いを終えるとまた山へ帰っていくという。礼を与えようとしても金銭は受け取らず、酒なら喜んで受け取ったという。言葉は通じないが、身振り手振りで言葉を伝えることができ、それら身振りなどを覚えるのは非常に早いという。ある時に、 遠州の又蔵というものが病人のために医者を呼びに行く途中、誤って谷に落ち、足を痛めて身動きが取れなくなった。そこへ山男が現れ、又蔵を背負って医者のところまでたどり着くと、かき消えるように姿を消した。後にまたゾが礼の酒を持って谷を訪れたところ、山男が二人現れ、喜んで酒を飲んで立ち去ったという。柳田国夫によれば、 金星の資料における山男記事は、駿府と土佐のものが最も古く、この二国はまた明治期に至るまで、三人の足跡の花肌多い地方であるという。柳田は後日の東武断層と土州淵岳氏における記録を金星の山男記事として紹介している。東武断層によれば、慶長14年4月4日、駿府御殿の庭に破れた着物を着て死死に指がなく、 青ガエルを食べる乱れ神の男がどこからともなく現れた。巨匠を尋ねると、手で天を刺すのみであった。徳川家康の側近はこの男を殺そうとしたが、家康が殺すなと命じたため場外に放たれ、その後の行方はわからなくなった。土州淵武氏によれば、寛永19年の春に、豊永郷の宮山から山巫子という大きな男が高知へ連れて来られたという。 体の脂質気はたくましく、食物を与えると何でも食べ、年齢は60歳くらいに見えた。この男はに、3日後に、元の場所へ返された。北越祈願より、山男囚人にこうて、よく人号を返す。葛飾北斎が、北陸地方の祈願集、北越祈願にも、人間と山男の交流の記述がある。越後国高田藩で山仕事をしている人々が夜に、 山小屋で火を焚いていると、山男が現れて、一緒に暖を取ることがよくあったという。身長は六尺、赤い髪と灰色の肌の他は、人間と変わりない姿で、牛のような声を出すのみで、言葉は喋らないものの、人間の言葉は理解できたという。羅針で腰にこの葉をまとっているのみだったので、ある者が獣の皮をまとうことを教えたところ、翌番には鹿を捕らえて現れたので、 重火の作り方を教えてやったという。北越節ッ第二編巻4によれば、天保年間より40から50年前の頃、越後魚沼郡堀の内から十日町に通じる山道を通りがかった竹助という者が午後4時頃に道の側に腰掛けて焼き飯を食べていると谷合いから猿に似たものが現れた。その背丈は普通の人より高くはなく、顔は猿のようには赤くなく、 頭の毛が長く、背に垂れていた。害をなす様子はなく、焼き飯を求めるそぶりをするので、竹助が与えると、嬉しそうに食べた。この者は竹助の荷を肩にかけて、山道を先に立って歩き、一里半ほど行って池ヶ谷、村に近くなったところで荷を下ろして素早く、山へ駆け登った。その当時は、山で仕事をする者が折々この、移住を見たという。柳田国夫は、 北越セップのこの記事を、山人が、米の飯に心を惹かれた例であるとしている。津村千牧案による、随筆、段階によれば、愛、津箱根にいる山男は、裸体に、この葉や樹皮の衣をまとい、山中で魚を取り、里弟子のある日には、里人のもとへ持ち帰って、米に変えたという。住処を確かめようと後を追っても、絶壁すらない山道を飛ぶように去ってゆくため、 決して住処かを知ることはできないという。小田原の上司はこれに対し、人間に害をなすものではないので銃で撃つことなど、ないようにと制していたため、この山男に、あえて危害を加えようとする者はいなかったという。青森県の赤倉だけでは、大人と呼ばれた。相撲の力士よりも背の高いもので、山から里に降りることもあり、これを目にすると病気になるという伝承がある一方、 魚や酒を報酬として与えることで、農業や山仕事などを手伝ってくれたという。広崎市の伝承によれば、かつて大人が野獣郎という男と仲良しになって、彼の仕事を手伝い、さらに田畑に考えをするなどして、村人に喜ばれたが、野獣郎の妻に姿を見られたために村に現れなくなり、大人を追って山に入った野獣郎も大人となったという。 当時の村人たちはこの大人を鬼と考えており、岩木町、木沢の地名はこれに由来する。現地にある寄進者は村人が彼らの仕事ぶりを喜んで建てたものと言われ、彼らが使ったという大きな桑が身体として祀られている。三古群流崎村荒沢の不動という社には山男がかつて使用したと言われる木スとキ根があり、これで好みをついて、 山男の食料としたという。秋田県北部でも山男を山人、または大人と言い,い、津軽との境に住むもので、タバコを与えるとの皮を集める仕事を手伝ってくれたと言われる。明治20年頃、日向国南部某村の新城という人が山に入って、偉人に会った。その者の,の姿は、白髪の老人で、腰から上藁与い、腰に、小布のようなものをまとっており、 ニコニコと笑いながら近寄ってきた。心情は狩猟用の刀の柄に手をかけて、来ると撃つぞとどなったが、そのものは頓着せず、なお笑いながら近寄ってくるので恐ろしくなり、山を逃げ下りた。それから一ヶ月ほど後、同じ村の若者がこの山に入って、記事を見つけ、鉄砲の狙いを定めて、撃とうとすると、横から近寄ってこの人の右腕を柔らかく叩くものがあった。 それは白髪の偉人であり、ニコニコと笑いかけてきた。若者は恐ろしさで気が遠くなり、その場に立ち続けていたところを里人に発見された。柳田国はこれを三人が我々と親しくなろうとする態度を示した例であるとしている。山男の正体については、前日の絵本百物語では、山の木が人の形をとったものともあるが、妖怪研究家、 ただかつは、江戸時代の百科事典、和漢三歳添えにある山わ山生、毛領などが混同された結果として生まれた、妖怪像とのほか、ヒマラヤ山脈の雪男と同様、絶滅種類人縁のギガントピテクスの生き残りとの仮説も立てている。柳楽尿は1913年に、三人は日本に昔繁栄していた、先住民の子孫であると信ずると述べ、 1917年には、三人すなわち、日本の先住民は、もはや絶滅したという通説には同意して良いとしつつも、次第に退化して、困難を三中を漂白しつつあったものが、ある時代までは必ずいたと推定されるとした。また、三人を鬼と関連づけて論じていた。方熊楠は1916年の、柳田宛書館において、柳田の言う三人は、 ただ特殊の事情によってやむを得ず山に住み、時世遅れの暮らしをして世間に遠ざかっている人間の男というほどのことだと述べている。南方は自身の考える真の山男は学術的に猛うさば原始人類とも言うべきものであり、それは中国でいう山、飛脚の類であるとし、その存在説は日本以外にも多いけれども、その多くは大きな猿類を誤って伝えたものであるとした。 また妖怪研究家、村上賢治によれば山姫と同様、普通の人間が精神に異常をきたして山男となった例も少なくなかったとされる。柳田は山男に里人にない得意な身体特徴が見られ、これを研究することで人類学や文明史に新たな自責がもたらされることを望んでいたが、この柳田資料に残る山男の身体特徴のうち、 信頼性の高そうなものを拾っていくと、それが皆、白人の人種特徴と一致するという指摘がある。鬼、鬼の白人説説も参照。山の中に居住している男性や、林業、漁師、山岳救助など主に山の中で行う仕事に従事する男性、男性登山家などを頻繁に山に入る男性を山男と呼ぶことがある。小説、ありがとうございます。